こんにちは。こんにちは。ここです。スーパーフルーツティーチャーのナオです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、2021年も、はい、もう終わりですよ。終わりですよ。うん、まあ今回は、はい、そう2021年の総まとめの、はい、まあちょっと雑談みたいな感じの話をしていきたいなと思っております。はい。うん。まあ2021年、まあまず果物からですよね。うん、果物でなんか思い出のあるような果物ありますか。今年はね。あるよ、うん、なんか結構いろいろ行ってたからね。そうなん、今年はね行けたんですよ、いろんな産地に、まあ、意識的に行ってたっていうのもあるけども、やっぱりスタッフも、もう行ってっていう感じになってくれたんで、あのどんどんいろんなとこ行けて、新しい農家さんをちょっと取引始めれたりとか、行ったことない産地に行けたりとか、まあ言うても和歌山が多いんやけどね、そうあのができたんですよ。なので結構今年動画の中でもココちゃんがこれ美味しいって何回も言ってくれたと思う。 あるね。あの辺がね、僕の中でもやっぱり今年印象深い果物なんですけども、うんうんうん、まあ、なんといってもその中でも印象深いのは YN26 ですよ。ああ、みかんね。みかん、はい、過去動画ありますよね。うん、はい、美味しかった。そうです。あれは、まあ、まあ動画見てもらったら分かるんですけども、うん、ゆらわせの改良品種、うん、で、まあ、すごい早い時期にめちゃめちゃ美味しいみかんが出せますよっていう品種なんですけども、もうあれがもう衝撃やったね。うん、うん、あれがあるからもうみかんがやめられへんっていう、うん、そう、散々食べ尽くしてきたと思ってるけども、それでもやっぱり未だにもう鳥肌立つくらい感動できるものを食べれるっていうのがみかんっていうのを、また今年改めて感じることができたなっていうのが YN26、うん、僕はね、紀州手まりですわ、牡蠣。あ、美味しかった、ね、めちゃめちゃ美味しかった。美味しかったね、あ、こんな牡蠣あるんやと思ったぐらい牡蠣美味しかったなっていうのが、うん、まあ、印象にあるかな。そうですね。うん、まあ、あんなんもやっぱりあれ前情報何もなかったんよ、うん、やっぱ産地に行って初めてこういうのが今出てきたんやでっていうのを教えてもらえるっていうのがあったんで、うんうん、まあだからね、足運ばないとわからないことがあるので、うん、まあ、どんどん、まあ、直先生には、はい、いろんな動画を開拓していってもらいたいなっていう気持ちですよ、はい、僕は、まあ、それもちょっと僕もついていかなあかんなってそろそろ思ってるんですよ。結構最近行ってないんで、はい、そうですね、ついてってちょっとね、そういうのも撮影したいなっていうのはあります。ものすごい遠慮するんよそれ。あ、なんで？え？いや、全然言ってくれてええねん。ほんまに？いや、行く時は全然行くんで、ただまあ僕の車酔いも多分それよ。もうほんま車酔い激しいんで僕車酔い、そう、それ、まあ、距離を計算してちょっと50キロ以上歩くし、ココちゃん大丈夫かな、これ。そうでかな、だいぶまた弱くなってるんでね。まあまあまあ頑張っていきますよ、うん、はい、あとはお店で言うとね、うん、あの本店がリニューアルオープンしたんですよね。あ、そうや、今年やね。そうそう、今年、うん、2月にオープンしたので、はい、まあ、そこが結構大きかったところですよね。そうですね、うん、結構お店もねこうやって綺麗くなって、はい、ね、でお客さんもね雰囲気変わったねって言ってくれるし、ね、ちょっとお客層もちょっと変わったような感じもね若干あるし。そうですね、うん、前はやっぱり遠くから来てくれるお客さんすごく多かったんですけども、うんうん、リニューアルしてから意識的に見てて、近場のお客さんが日常使いをしてくれるようなのが増えたかなと思うんで、ちょっと居心地よくなったのかな、その辺に思ってくれてるんかなっていうふうにちょっと感じてます。まあ、そうですね、はいはい、で、まあ、そのリニューアルの時に、まあ、お店1ヶ月ぐらい閉めてまして、はいはい、まあ、その時もあのシェラトンさん、シェラトン都ホテル大阪さんにも結構お世話になって、はい、アフタヌーンティーもやったし、はい、その店閉めてる時はちょっと曲がりですね、曲がりして1ヶ月だけちょっとシェラトンさんの1階でね、出たさせてもらったりとかして、ね、ないよあんなこと、うん、ね、ほんまに本当にもうありがたい。シェラトンさんの懐の深さですよ。そうです、本当にありがとうございます。本当に、で、まあ、いつもね、去年、はい、アフタヌーンティーやって、今年も春はやったんですけど、春やりましたね、秋はねアフタヌーンティーをちょっと今回はやらなかったんで、うん、はい、また来年もし縁があればね、まあ、引き続き付き合いはあるので、はい、またアフタヌーンティー的な何かが、まあ、シェラトンなどコラボが ね、できたらいいかなっていうところが、はい、まあ、1個ありますよね、はい、であとは、まあ、食育ですよ、はい、まあ、僕らフルーツ大学、うん、まあ、フルーツ小学校、はい、まあ、結局フルーツ大学はもうほぼできずやったよね、それもシェラトンさん絡みで1回やったっていうところはあったんですけども、はい、自分たちの開催は、まあ、まあちょっとコロナというところで、はい、まあ、今年もまあなかったんですけれども、はい、まあ、12月にねフルーツ小学校は開催することができました。はい、もう久しぶりやったね。そうだね、あのほんまこれも、うん、たまたま吹田のグリーンプレイスさんから、はいはい、なんかねほんまにお声をかけていただいて、
直先生食育やってるの見たんですけどうちでもやってくれませんかということで、はい、まあほんまこれ久しぶりでしたよね。そうですね、初の屋外イベントこれ、うんね、でやっぱりこうやって声かかってくるっていうことは、はい、少しずつみんなが、まあ、日常を取り戻してきて、うん、まあ感染対策をしながらやったらやっていこうっていうのがまあそういう気にもなってるのかなっていうところですよね。はい、でもちょっとね、まあ、この食育をしなかったできなかった理由っていうのがやっぱ僕たちが対象にしてるのってお子様が多いやんか、うん、だからやっぱりね直接大人対大人やったらその人が納得してくれればそれでね、あのこんだけやってるからいいですよね、あいいですよでできたらいいけども、うん、お子さんってなると子供さんはそんな分からへんから、うん ね、その、ね、後ろにいてる子やっぱ保護者の方があ安心だよねって思ってもらわないといけないっていうのがやっぱすごくハードル高かったよね。あと食べるっていう行為があるので、うん、そこでマスクを外すっていう行為も僕らの、うんはい、まあね活動にはあるので、うんまあ、そこがちょっとハードルが上がってたんですけれども、はいねはいまあ、ちょっとこういうのも、年末にできたというところで、はい、まあ来年はもっとねいやもうやりますよ、うん、していこうかなっていうところで思っております、うんはい、あとは、うん、まあ来年にはなるんですけれども、はい、ちょっと山口果物も、まあ、事業を拡大というか、はいまあ、ちょっと大きくしていきたいなというところもありまして、はい、社員を募集しようと考えてるんですよね、はい、そうなんです、はい、現在、まあ、5人5人です、うんはい、社員で、まあ、うちほとんどスタッフアルバイトが多いんですけれども、はいまあ、しかもアルバイトもねほぼほぼね、女性なんですよねうちって。そうなんですよ ね、うん、俺もやっぱ年なんかなその一番僕と直先生が一番最初やった時はもう男ばっかりでやってた時期があってあったね。もうみんな男みたいなね感じだったんですよね。あったあった、うんまあ、そういう時期から、まあ、あるところからずっと本当に女性が増えて、うん、もう今9割はねもう女性で9割女性です ねうちの主力ですよしてるんですけれども、はい、まあ本当に先ほども言いましたように、まあ、社員を増やして、はいまあ、ちょっといろんな活動をしていきたいなと思ってますんで、はいまあ、もし興味があればね気軽にご連絡いただければ、ね、本当に気軽にお願いします、うん、合う合わないももちろんありますし条件聞きたいっていうだけでもいいですし、はい、なんか相談がてらでも別にいいのでそういったところうち結構ね敷居が低いというかあの、はい、何でも話してしまうっていうところは、はい、ベタベタに落としていきますうちのいいところでいやそんなんやってないやつうちダメですっていうのが、はい、うちはないっていうのがいいとこですよね。そうですね、うんまあなはい、うちの敷居っていうか直先生の敷居が低いっていうところがうちのいいところ、はい、でうち果物専門の会社じゃないですか、はい、で、あの、まあ、一つ皆さんにあの、まあ、勘違いせんといてほしいというか、うん、あの、あまりこうちょっと構えないでほしいのは果物の知識はいらないです、うんうん、あの果物好きであればもうそれでいいんであの、まあ、専門店やから果物専門知識ないと喋られへんとかね無理なんかなっていうのは、うん、ほとんどもうそうですで果物の専門家が来たことは今までほとんどないんでそうだ、ね、みんなやっぱり素人からあの全くあの食べてるけど全く知らないですえみかんの旬いつなんですかみたいな状態で来るんでそこはもう全く、考えなくて大丈夫です、うん、果物が好きであれば全然ウェルカムですね、はい、たまにね果物の知識突き抜けた子が来るんですよね。すごいですよ。まあ本当ね、今で言うと直先生の次に多分僕が詳しいんですけど、そうよね、あの僕よりも詳しい子がほんまに来るんですよね。来るね。すごいなと思うね。うまあでもああいうのも愛情よね。愛情やね。僕一回あの前に行ってた社員で、うん、あの店長ちょっと勝負しませんって言われて、うん、フルーツ検定。あはいはいはい。そう。それで、あのもう答えが出てる過去の問題なんやけどもうこれを初見でやりましょうって2人でやったんよ。で僕全くやったことなかったけど僕で95点、うーんその子は94点でやってる時すごいなすごいなお前っていうねすごいね。まあそういう子がねたまにいるんですけども、うん、まあまあ果物好きであれば、まあ、うちとはウェルカムなんで、はいはい、ぜひ来ていただけたらなと思います、はいはい。まあ、これからもねあのこういう YouTube の活動もしていきますし食育あとお店もね頑張っていきますので、はい、ぜひまだこれからも応援していただけたらなと思います、はいはい、では来年もよろしくお願いします。